ダブルゲートフィンフェットデバイスフィンフェットとはゲートがチャネルの2面、3面、4面、またはチャネルを包むように位置しダブルゲート構造を形成している基板上に作られたモスフェットである。フィンフェットと呼ばれる理由はソース、ドレイン領域がシリコン表面でフィンを形成するためである。フィンフェットデバイスは主流の CMOS よりも かなり早いスイッチング時間と高い電流密度を持つ。フィンフェットという用語は SOI 基板上に構築された日、プレーナー型ダブルゲートトランジスタを表現するために2001年にカリフォルニア大学バークレー校の研究者であるチャンミング・フ、ツ・ジェイ・キング、リュウ、ジェフリー・ボッカーらによって作られた。このトランジスタは以前のデルタトランジスタデザインに基づいていた。 フィンフェットトランジスタは5ナノメートルのゲート厚さと50ナノメートル以下のゲート幅を持つことができ、28ナノメートルチップで応用されると想定されている。フィンフェット技術は AMD、NVIDIA、IBM、ARM、モトローラと学術研究機関によって追求されている。産業界では2002年の TSMC による 0.7V で動作する25ナノメートルトランジスタが、 最初である。オメガ、フィンフェットデザインは、ギリシャ文字の、オメガと、ソース、ドレイン構造を包むゲートの形状との類似性から、名付けられたもので、ゲートディレイは、N 型トランジスタで0.39ピコ秒、P 型で0.88ピコ秒となっている。ゲートが3面からチャンネルを囲むインテルの、トライゲートトランジスタは、プレーナー型より、ゲートディレイが小さく、高い性能を可能にした。 最初のフィンヘッドトランジスタのタイプは、リプリーテッドリーン、チャンネルトランジスター、または、デルタトランジスタとして知られた。デルタトランジスタを扱った論文は1990年代、初めに最初に出版された。このトランジスタのゲートは、半導体チャンネルのフィンを被覆したり、また、トップとサイドの両方、あるいはサイドのみに、電気的に接触させたりすることができる。前者を、 トライゲートトランジスタ、校舎をダブルゲートトランジスタと呼ぶ。ダブルゲートトランジスタは、各端を2つの異なる端子、または接点に接続させることが、任意に可能となっている。このバリエーションをスプリットトランジスタと呼ぶ。これにより、より繊細なトランジスタの動作制御が可能となる。ありがとうございます。